エイカンクロス新入生スカウトを検証してみた。600人分のデータから導き出された新入生スカウトの結論。以前少数のサンプルからスカウトについてのショートを挙げたら、コメントで意見を複数いただいたので、それじゃあちゃんとやってみるかと600人分のデータを取ってきました。いやー大変だった。検証結果の前に、まずは栄冠クロスにおけるスカウトの基本仕様についておさらいしましょう。候補選手の能力はそれぞれのゲージに対応しており、高打はミート、長打は弾道とパワー、盗塁は走力、守備は肩、守備、捕球にそれぞれ対応しています。以前までのスカウトにおいては、守備の評価が高いイコール3つの能力が高いという圧倒的なアドバンテージの影響で、守備の高い選手を取っておけば大体 OK だったんですが、今作では守備の選手は走塁が一番高い傾向にあり、実際に守備の高い選手は調べた限りゼロでした。それどころか守備が黄色ゲージまで伸びてる選手すらいませんでした。なのでスカウト候補を見るときは、高打、長打、走塁の3つを見て決めることになります。そしてもう一つ、以前までは地区大会以下の成績の天才かもしれないは結構な確率で外れだったのですが、今作では逆に結構な確率で当たりになったようです。これも以前ショートを上げたのですが、コメントでもハズレなしって方が結構いました。ただハズレを引いたっていうコメントもありましたので、戦績の悪い天才かもしれないは高確率で天才肌だと思っていいと思います。戦績が悪いと初期能力が低いので、そこで差別化されてるのかもしれません。皆さんの天才かもしれないへの印象はどうでしょうか。コメント欄で教えてください。それではいよいよ本題に入りましょう。まずは検証方法から。スカウト候補の能力ゲージを色ごとに数値化して、合計値をその選手の評価として、それぞれの分野ごとに100人ずつのデータを取り、そのデータを検証します。一番低い青を1、一番高いピンクを6として、こんな感じになります。つまりこういう候補の場合は、上から2321で8、2232で9、2442で12ということになります。注意してほしいのは、それぞれの色ごとに3段階から4段階ぐらいさらに細かく分かれてるっていうことです。つまり同じ黄色で3点であっても、緑に近い3点もあればオレンジに近い3点もあるということです。ではそれを踏まえた上で6分野の順位を発表したいと思います。6位から順番に分野、平均値、最大値、最小値、最貧値を発表します。6位は守備です。平均 9.24 でした。続いて5位バランス、平均 9.69、 4位一芸、平均 9.86、 3位投手、平均 10.15、 2位特になし、平均 10.18、 そして1位は打撃、平均 11.86。 というわけで、野手が欲しければ打撃に行けということになりました。ちなみに600人の平均は 10.2 でした。いや打撃が圧倒的すぎたね。あとね、投手が3位なのはさすがにどうかと思うんですよね。まあ、とりあえず投手探しに行けば野手のいいやつを見つかる可能性があるっていうのは悪いことじゃないんですけど、一芸、バランス、守備の立場がねないよね。特に守備はちょっと行く理由が見つからないレベルでないね。なお600人中の最大値18を叩き出した特になしですが、このデータを取った後に打撃で困難がいました。合計値19ですね。ちなみに友沢で21です。あと誰も興味ないと思いますが、最初の5ってどれくらいかっていうと困難です。まあ、ここまでのやつもなかなか見ないレベルですけどね。それではまとめに入りましょう。天才かもしれないは高確率で天才、スカウトは打撃に行くのが安定、以上です。
ま、運営公式 X によるとスカウトの調整が入る可能性があるので、調整が入ったらまたこういう動画作ろうと思うんですが、データ取るのがね本当に大変だったんで、チャンネル登録とグッドボタンはマジでお願いします。それではまたねー。